今回は大阪バンバータとマルチビクタスクーニンズが合同練習をします。大阪バンバータは2021年高松宮一部全国大会で優勝した今勢いのあるチーム。この軟式クラブチームを率いるのが岡本浩大監督、32歳。岡本監督は名門出身、 PL 学園から明治大学に進学し、高校時代はマイケン選手と一緒に甲子園にも出場しました。高校時代は1番センターでした。そんな岡本監督が率いる大阪バンバータ、新戦力が入ったそうです。兵庫県出身、川津太です。最速148キロ早っ。カーブ、スライダー、カット、チェンジアップです。最速148キロの川津投手は社会人野球 NTT 東日本を上がり、軟式野球大阪バンバータにやってきました。まずは軟式ボールに慣れるためスロー調整中です。それでも川津投手のボール、ナイスボール、軽く投げても伸びを感じました。ああ、グッド。この日練習日のバンバータ、まずやるのは岡本監督、はい、この令和の時代にまず長縄跳びから。そりゃそうですよ、めっちゃ懐かしいですね。古風の男なんだ。コペンさん入らないですか。1分半。OK です。もう OK。もう OK。続いては走塁練習。ここでも二塁まで、三塁まで、ホームまで何本も走りました。年明けから大阪バンバータでめちゃくちゃ走らされてます。怪我する寸前ぐらいまで走り込んでます、このチームは。チームのキーマンは誰ですか。まあ、今年はあいつじゃないですかね、キャプテンなんで。こいつでもちろん言ってますし、チームの選手にも言ってますけど、すごくないんです。はいはいはい、すごくないところがミソで、はい、だからこいつはもうただただがむしゃらに頑張ればいいっていう。あとはもう年上の人間がしっかりやるんで。じゃあちょっとキャプテンが怒られてるんだから、みんなしっかりしないといけないみたいな感じのチームからしていく感じですか。そうですね、はい、頼んないこいつをみんなでカバーするっていう、そういう構図ですかね。じゃあキャプテンが一番苦しいことをして、はい、それに先輩たちが乗っかってくると、はい、そうですね、はい、去年の大会は活躍されたんですか。あの初戦のシートノックの時に派手に尻もついてましたねセカンドのベース上で2回ね、2回も試合始まる前にもドロッドロなってそれ天丼ってやつですか新キャプテンに任命された前橋選手ですが、現在足を故障しております。まだ怪我が癒えていない中、ノックではこの軽快な動き、連携プレーもお手の物です。東京バンバータもそうでしたが、大阪バンバータも非常に守備がうまい。ナイスドロー、ナイスナイスナイス、ノックの後にはロングティー。外野手はいい守備練習にもなります。特にバンバータの皆さんはロングティーがうまいので、いけるー、体操練習などめちゃくちゃ良い練習になりました。こちらが昨年のキャプテン山口選手の打球、初速が非常に速いです。
ここからはクーニンのロングティー、大阪バンバータさんのご好意でクーニンも打たせてもらいました。ロングティーではできるだけ優しくインパクトだけ力を入れようと意識しております。ロングティーで柔らかく打つ意識、その中で飛ばす感覚を養いたくバットを振っております。最後は大阪バンバータさんとマルチビクタスクーリンズが実践練習。一塁ランナーはクーリン。ここでエンドランのサインを出します。しかし2番バッター、近畿大学出身の西田選手、上げてしまう。ここでバンバータがトリックプレー。後から聞いたところ、フライを取ると見せかけ足の速いランナーの方をアウトにする作戦だったそうです。見事にしてやられました。その後もこの天候の中、難なくストライクを奪ってくるバンバータ投手陣。ワンアウト一塁、再度エンドランを仕掛けます。ピッチャーゴロ、これが送球エラーとなり、クーニンズにチャンスが訪れました。ワンアウトランナー二三塁、チャンスで1本欲しいところ。ここでバンバータのサインは高め要求。スリー玉打たされました。セカンドフライ、ツーアウトランナー2、3塁と変わります。バッターは鶴崎選手、打ち上げてしまいました。ファーストファールフライで得点ならず。対するバンバータさん、クーニンズピッチャーは140キロ中本投手。ここは粘ってカウントを作られ、フォアボールで出塁を許し、満塁のチャンスとなりました。迎えるはクリーンナップを打つ三宅選手。まっすぐに絞っておりました。打球は右中間最深部へ、走者一掃のタイムリーヒットとなりました。改めて大阪バンバータさんの組織力、集中力、強さを目の当たりにしました。対するマルチビクタスクーリンズは、これから選手と対話し信頼関係を作っていく段階です。本当ならご飯を食べながら食事ケーションをしたいところですが、この時期なかなか厳しいものがある。みんなとワイワイする時間をもっと取りたいですが、関西クーリンズも限られた時間で少しずつレベルアップしていきます。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。